まあ今日はのケース r g のまあ後藤先生の方でまあバイオリンケースにですねまマああシェットが入っていたりとかまあ普通のビジネスバッグにまあくくりナイフが入っていたりとかっていう動画があったんですけどもこれ確かにねあの今のこの現状っていうのはあのまあその人の要は。 まあ、正義に任されててるるっていう部分があるんですよねですからまあ確かにこの大きな苦難が近づいてきた時に、まあ、下手をするとですね本当にあの大型刃物を使った凶悪犯罪っていうのは必ず出ると自分も思ってます。で実際ですね今これ自分があの普段あ今ちょっと倒れちゃいましたけど通勤用のですねあの使ってたバッグなんですねこれ。あの結構ね気に入って いろいろものが入るんで結構使ってたんですけどまあ実際ねこういったバッグでも入れようと思えばですよこのバックラーが入るんですよ普通にこのバックラーがでバックラーと一緒にこの中にですね入れようと思えばですよ普通にですよさっきあのスミスウェストンの,そのくくりナイフも入るんですよつまり 普通にですよあの <laughs> あの、全然おかしな格好とかもですね、本当に好印象の格好で、まあ、こういったバッグ持ってても、まあ、普通にあ,のありえることなんで全然気にもしませんけど実際、行かれた野郎が引得して持ってるとしたらこういったですね、あの盾とくく、まあ、リーナイフですよね、まあ、持つことができるってことです。 で、まあ、スミス・アンド・ウェッソンの,そのくくりナイフの切り味っていうのは、まあ、前回ちょっとあの切ったりして試したんで分かってるんですけどあの要はねイかれたローマ軍のやつがいきなりですよ出現したりする可能性ってこれあるってことなんですよ。でこの凶悪犯罪者もたけてる部分があってつまり盾を使ってくるってことなんですよね。自分もこれね長い刃物と 縦使ってくるんじゃないか？っていうのね。密かに思ってるんですよ。つまり自分たちも戦術としても使えることなんですけど、つまり悪魔側も使えるってことなんです。で、縦のもう一つのね。あのー、メリットっていうのはサイリスプレーを防げるんですよ。これであのー、顔に向け、あの向いて拭いてきたやつを、この縦でサイリスプレーを防ぎながらなおかつ前進してですね。 この建てごと攻撃できてなおかつこの切れ味のあるですねくくりナイフで <laughs> あの収益できるってことなんですつまり大きな苦難に向けてまあ牧者としてもやれるような攻撃の仕方をつまり相手もする可能性があるってことなんですよまあこれは普通に考えたらわかると思うんですけどで実際破壊力がありますし。 全くそういうのをね想定してない方にとってはあの、まあ、非常に脅威ですよねこういうのっていうのは。でまあサイルスプレーっていうのを、まあ、実際持ってない方の方が多いと思いますあのつまり前側の人間がですよ。でまあ前も「ご真実動画」でも言いましたけどこのバックラーのこういった、まあ、裏なんかに、まあ、こういった部分にあのカランビットとかですね サイレスプレーなんかも止めておくことができますんで貼ってそうなってきた時にまあいろんな攻撃ができるということですつまりこっちが攻撃できるということは向こうも同じように考えて攻撃ができるということですねでサイレースプレーもこの縦で防ぐことができてなおかつ前進してこの盾ごとで攻撃できるということなんですよ、まあ、そういうことがありますでまあ サイレスプレーっていうのはまあ自分も必ず一本持ってますけどもつまりサイレスプレーももうね通用しない相手つまり相手もこちらがサイレスプレーを吹いてくるであろうということを前提として襲ってくる相手っていうことをもう一応考慮しておいてもいいのかなと思ってますつまり自分たちは。 例えば戦術としてやる場合相手がもうサイレスプレーを持ってるってことは前提として戦うってことになるとつまり相手もサイレスプレーを吹いてくるってことを前提として襲ってくるということは十分に考えられるんであの本当にね今後まあ稲子ちゃんが出てきたらそういう事件がね起こるんじゃないかなと思ってます。当然 こういった大型刃物が使われた時にクローズアップされるのはその事件性もそうなんですけどもその大型刃物が何でこの手に入るんだと言って規制がかかっちゃうっていうのはこれがね絶対あると思うんですよカランビットでもだから買えるうちに買ってください言いたいのは自分が言いたいのはそこですあの買うなら今ですもうね3月末までだと思ってくださいあのもう牧者を目指されている方は 買ってくださいあのもうねそれがねある意味ねパスポートみたいなもんですあのつまり大きな刃物を揃えるっていうのは牧者になるためのパスポートの一つと思ってくださいあの条件の一つつまりそういうことです。だからとにかく自分がね危惧しているのはこういった犯罪が起きた時に規制が入っちゃうっていうのが一つです。 あの当然うちらもそれ警戒はし,しますよねこういうのそれは当然しますよしますけどもそのその先ですよねつまり起こった時にそういうものが起こった時に規制が入った時に手に入らなくなっちゃうんですよだから是非今のうちに大型刃物を手に入れてくださいあの本当にお願いしますあのもう前のサイトも紹介しましたけどもあのどれだけ売れてるかっていうのをよく分かっていただけると思いますんで是非是非 手に入れてください。牧師は目指されている方は絶対です。あのもうあのお願いします。コメントくださる方もそうですけどもし、あの本当にね一人でも多くの方には牧師になってほしいんで、もうあの前として牧師としてあの大型の刃物を手に入れてください。今日は以上です。ありがとうございました。